はい、祝開幕。はい、ついに開幕しましたね。はい、待ちに待ちましたね。まあいいな、やっぱりな、うん、開幕ってなんかワクワクしてます。ワクワク、まあ希望と不安と、うん、まあ同居してるような気持ちで、はい、まあただ気持ちはリセットされてね、うん、まあ新鮮な気持ちで、うん、まあ球場に向かったり、うん、マウンドに向かったり、打席に向かったり、守備位置についたりというね、まあことが昨日行われたけども、はい、セレモニーもね、ちょっと楽しみな一つで、各球団いろいろと、ああ、演出ありましたね。DeNA は派手やったな、パン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 やりよったな。まあそれとソフトバンクの方は新庄監督が、ソフトバンクじゃないですか。いやいや、ソフトバンクの戦はね、うん、はあの新庄が、うん、あのビッグボスがスモークからファーンと出てきて、うん、おーかっこええやんやっぱりって思ったり、その後藤本が落ち着いた、なんか見越しに担がれて、あれはちょっと嫌だったと思うけど、なんですか、威風堂々こうちょっと戦うぞっていう、まあまあ確かにね、雰囲気はありましたよ。あの武士の様相はあるからね。そうそうそう。まあただやっぱりこうオープン戦とか、うん、あそういうのと違ってものすごいいい緊張感とかでね、うん、試合も行われたし、まあいい試合もあるし、うん、まあ、ドラマを生んだ試合もあるし、なんかこの開幕戦6試合はいろいろありましたね。まあそうだね、うん、だからまずセリーグから、はい、結果ですね、はい、はい、行きたいと思いますが、はい、こういった結果になりました。はい、はい、巨人、ヤクルト、広島が勝つような結果ですね。そうだね、はい、はい、まずはちょっと軽く振り返っていきたいと思うんだけども、はい、巨人中日4対2、ね、これはね、あの立浪監督の初陣だったね、はい、まあ、注目されたけども、はい、まあ、結果やっぱこう、うん、4対2でね、うん、大野が負け投手にはなりました。はい、ね、まあ、その中で、うん、まあ、大野がねやっぱこうリズムを崩したところがあってね、5回だったかな、ピッチャーの内野安打をきっかけに連打を浴びていくんだけども、はい、まあボールも高かったし変化球も抜け悪かったし、うん、まあ、その中で廣岡の意地を出した、はい、当たってでも出たいというね、うん、まあ、そういうデッドボールではなかったですが、そう、執念ではさ、うん、まあ、なかなか打てるもんではないけども、なんかその気持ちがツーベースを生んで、うん、そこから一気にこう攻略をしに行ったよね、うん、あの、まあ、そこら辺その大野の力で止めれなかったのかなっていうね、うん、そういうこともあるし、うん、ただ菅野も簡単に打たれるしホームランとかね、うん、だからそんなに両エースともいい出来ではなかったね、この試合はね。なるほど、はい、まあ、その中でも、うん、こう頼もしいクローザーが登場しましたね、巨人。最速が158キロです。そうなんだ、158キロ、はい、ドラフト1位の大勢投手。そう、やっぱ球は速いね。どうでしたか、こう初めて、まあオープン戦はあったにしても、うん、こう開幕しての最初の試合に登場して、いやでもさ、ルーキーでね、開幕戦に、まあ、ああいうクローザーで登場する、うん、相当な緊張感の中で、うん、まあツーアウト満塁まで行ったけどね、だけどまあ、ね、結果が全てだから、クローザーって、うん、でそこでやっぱりこうしっかり抑えられたっていうのは今後の自信になるよね。なんかルーキー初登板とは思えないすごい堂々とした、まあそうだね、投げっぷりというか、なんかおどおどした感じもなく、うん、なかったです、うん、あのビシエドにはぶち当ててたからね、ドーンってあの時はちょっと焦ってまあ、まあ、どうしようっていう表情が、まあ、ちょっと垣間見えましたけど、まあ確かにね、うん、だけどまあ怖いもの知らずと、ね、知らずというかね、うん、だから非常にあのいいクローザーが巨人はこうできつつあるとね、うん、まあそんな感じがしましたよ。どうですか、大勢投手クローザーって、あ、クローザー向きだよね。そうですか、うん、ただ、うん、昨日はほとんどスライダーを投げてないんだけども、うん、このまたスライダーがいいんだよね、うん、だからこういうスライダー、フォーク、まあ、このまっすぐと3種類で抑えていくんだけども、うん、まあ、これをうまく配置をすれば非常にいいクローザーになると思うよ、うん、彼は球の力があるもん。こうね、ドラフト1位で指名されてから、うん、まだ見ぬ未知数な部分も結構、まあ、あるけどね、ありましたけど、うん、あるけど一つ結果が出たっていうのはね、うん、まあ、非常に巨人にとっては明るい、白星の中にまた一つ明るさが灯ったというね、はい、頼もしい存在になっていきそうですね、はい、はい、でまたあの一方ね、中日の方は中日の方、うん、ね、若手選手が、うん、あ、ちょっと
活躍しましたね、はいはい、岡林です、岡林ね、はい、岡林猛打賞、はい、ね、菅野が簡単に打つというね、うん、でやっぱオープン戦の時から、まあ、この動画でもね、うん、俺の動画でもこう紹介してるんだけども、腕の振りがすごく良くなったね。うん、彼体で振ろうとしてたんだけどさ、うん、腕の振りだけで打とうとできるから、まあ長打は生まれないにしても、うん、すごくコンパクトに非常に率を残せるようなバッティングをしてる、うん、あ、だからこれも頼もしいよね。なるほど、まあ、中日はね、打撃がちょっと課題があったので、まあ、そうなんだ、うん、まあ、こういったところからも。でも立浪監督も早く勝ちたいよ ね、 ね、まあ1試合終わっただけだけどさまあだけどやっぱこう初めての勝利っていうのは、うん、やっぱり一生の思い出になるだろうしね、うん、だから早く勝ち投手を勝ち星をね、はい、選手たちは頑張って届けてほしいと思うね。で続きまして、これはすごい展開の試合になりましたね。結果的に派手な試合だったし、うん、あ、これはもう一方的に阪神勝つかなというようなね、うん、もうそうでしたよね、まあ、そういう印象を受けたけどもね、はいはい、どうですか、なんか注目すべきポイントは。注目すべきポイントはね、うん、ヤクルトは、はい、ヤクルトの方はやっぱ中村が出遅れてるんで、うん、6番を誰に据えるのかなっていう、そうそう、うんうん、で長岡を持ってきたんだよね、はい、これがまた大活躍の、そう、長岡が4安打、うん、そう、ヤクルトもね、若手選手がそうそう、ま、躍動したんだよ。そうですよ、代打で出た浜田選手、あ、浜田もホームラン打ったしね、うんうん、内山もタイムリーヒットかな、はい、打ってるし、うん、でやっぱ阪神の方はそれを考えるとやっぱスワレスが抜けた穴っていうのはすごく大きい、うん、で岩崎とケラーだよね、はい、ケラーが投げたんだけども、はい、8回9回で7失点7点、うん、そうだから一気にひっくり返されたんだよね。そこは昨年はもう万全だったのよ、うん、スワレスがいるから。だけどそこをひっくり返されたっていうのは今後阪神にとってなんかすごく悩みの種になってきそうな、うん、そんな感じがするんだよね、うん、でも阪神の方はバッティングは野手先発全員安打かな、うん、だからいいスタート切れてるんだよね、うん、で伊藤もその負荷で頑張ってるし、はい、ホームランも、ね、うん、でもそれをひっくり返すだけのやっぱ助っ人外国人逆転も逆転大逆転で、うん、サンタナの存在っていうのがすごく大きかったよね、はい、2打席、うん、ホームランで2打席連続ホームラン、そうです、4安打5打点4安打5打点な4安打5打点ですよ、うん、すごいですね。で、うん、サンタナ長岡って続く打線だったんだよね、はい、だからここら辺が4本4本打ってるわけでしょ、うん、すごいよねこの結果は、ね、もう完全に負けムードだったもん。でもやっぱりね、山田もね、占領役者だね、うん、出なかったんだけど同点ホームランを最後に打つとかね、で最後にサンタナが仕上げるとか、はい、やっぱ今年のやっぱりヤクルト打線もいいなって感じた、うんうん、ただ阪神打線もいいんだよ。そうですよね、すごく佐藤も結果を出したし、うん、その後ろに誰らかなっていうふうに楽しみにしてたのが、うん、糸原を打って、はい、糸原も結果を出してる。だから非常に打線の流れはいいんだけども、うん、やっぱ今後心配はやっぱクローザー、うん、セットアッパークローザーというところがやっぱちょっと不安かなっていうのは、うん、この試合では分かったよね、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、DeNA 広島ですね、はい、こちらはこっちでねやっぱ注目すべき点は、うん、鈴木誠也の穴を誰が埋めるかっていうことで、そうですね、うん、末金という選手がね、はい、もう、うん、難しい感じですけど、末金選手ですね、そうそうそう、うん、これが3安打猛打賞大活躍でした。これが何十年ぶりかなんだよね、64年ぶりにスタメンで猛打賞をね、球団で新人猛打賞、そうそうそう64年ぶり、そうそう、だから初ヒットが出せたぐらい、うん、打点付きのね活躍をして、はい、もう一方的になったね、多いですね、うん、ただ DeNA の方は守りがやっぱり良くなかった、うん、ちょっとね最初の方にもちょっとそうこのエラーがこれ取れるでしょっていうのが抜けてったりだとか、うん、少しやっぱ硬さがあったかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたよね、うんうん、まあ、豊さん優勝予想してるのでDeNA ちょっと何としてでも勝っていっていただきたいですが、まあ、こういう試合もあるよねただやっぱこう、まあ、昨年もそうだったけど外とオースティンがいない中戦わなきゃいけない、はい、それはまあ得点力は落ちるよね、うん、まあ、だけどやっぱ帰ってくるまでどうやって粘れるか、でも今年は俺は粘れると思ってるから、まあ焦りなさんなということだよね、まあ、得点力が
落ちてる中、失点はちょっと防ぎたいかなっていうところですね。そうだな、まあ、だから守備だよね、失点を防ぐというのはね、だからまあそこら辺はちょっと頑張らなきゃいけないなっていうふうにね、うん、まあ、というようなセリーグの結果、うん、はいはい、でした、はいはいはい、続いてパリーグ、パリーグ、はい、ね、あらら、はい、ということでちょっと日本ハム消えちゃった。あ、そうだね、はい、はい、ソフトバンク対日本ハム、はい、楽天対ロッテ、西武対オリックス、はい、ね、で注目はやっぱビッグボス、うん、対こう両方ルーキー監督なんだよね。そうなんですよね、新人監督。だからどういう戦いになるかっていうのがね、うん、ちょっと見ものだったんだけども、はい、結果はソフトバンク、ロッテ、オリックスが勝利をするような感じでした。そうだね、まあ、まあ、まあ、みんなね注目していたこの試合っていうのもあると思うので、まずやっぱソフトバンクは日本ハム戦、はい、ソフトバンクの方から言うと、うん、やっぱチャンスをねものすごく作ったんだよ、うん、だけどあと1本が出ない、うん、ただ裏を返せば日本ハムのピッチャーが、うん、あと1本打たせないってもうフラフラの状態で行くんだけども、はい、だけどこの4点を取るきっかけを作ったのが、はい、藤本監督が今宮のところで代打を送ったんだよね、そうですね、満塁ホームランの前に、はい、でやっぱり今宮の結果が悪くて、うん、ガルビスという選手を入れたんだよね、はい、またすぐヒットを打つ、うん、で次の打席、うん、満塁で回ってきたのを8回裏西村というピッチャーから、はい、フォークボールかチェンジアップだと思うんだけど、うん、それを拾ってライトに持ってってホームランを打つ、はい、満塁弾ですね。だから動いたのはピッチャー交代ももちろんそうなんだけども、うん、采配として大きく動いたのは今宮に代打を送ったという、これが当たったんだよね。でガラビスという選手はオープン戦あんまり良くなかったんだよね、はい、だけどよく思い切って使ったのと、やっぱ外国人ってスイッチがあるね。ああ、あの試合に、あのオープン戦と公式戦は違うという、うん、金を稼げるところではやりますみたいな、全く違いましたか。全く違う。でもこの時に新庄監督が珍しくイニング間のピッチャー交代をするんだよね、うん、杉浦から西村に変えるんだけど、はい、この時にね、やっぱ杉浦のピッチングが少し逃げてる感じがするんだよね。うん、1対0で勝ってる状況で出てきて、うん、この1点を守らなきゃいけないという、うん、そういうことから、やっぱ少し小さいピッチングになってるんだよね。なるほど。そういうことをやっぱり新庄監督、ビッグボスは嫌うから、はい、やっぱりイニング間、満塁で西村を持ってきた。うん、ただ、西村も満塁で変えられたらきついわ。うん、そこら辺のタイミングもやっぱ難しいところですね。ちょっと遅れたな、うんうん、ただ日本ハム立ち上がり千賀から、うん、まあ、今川を一番にね、うん、使ったんだけども、はい、ノースリーになった、はい、ボールスリー、うん、でどうするかなって、まあこれ普通待つだろうと思ったら打ってったんだよね、はい、まあ、状況的には開幕で、うん、あの千賀でも開幕って硬くなるよ、まあ、立ち上がりもありますし、うん、もうリズムもないしね、うんうん、で力みも入ってるし、うん、打ってセンターフライになったんだよね。ここはやっぱ賛否あると思うんだよ。そうですね、まあ、普通相手の心境を考えたら打ってくれてアウトになったら楽だよ、そこからリズムに乗っちゃうよみたいなことを言うかもわからないけども、はい、新庄監督っていうのは一貫して高級筆座なんだよね、うん、とにかくファーストストライクは全力で振っていけとか、まあ、そういう教えをずっとキャンプオープン戦からしていってね、はい、この日を迎えるわけだけども、うん、でもそういう結果、ね、そういう一貫性ブレないところがあの石井のホームランを生んでるんだよね。なるほど、うん、スリーボールワンストライク、うん、それから次のまっすぐをさ、はい、ライトスタンドで叩き込んだけどさ、うん、バカでかいの、はい、まあ、自分でもびっくりしたんじゃないかって、俺もびっくりしたけどさそのぐらいのホームランを打ってんだよね、はい、だからやっぱ新庄監督のいいところって、やっぱオープン戦、キャンプオープン戦、公式戦全くブレてないんだよ、うん、式が、はい、これは公式戦だからじゃあまた待たせますよじゃないんだよ、うん、いい行けって、千賀とお前の力を考えた時にお前先に打って仕掛けていかないと打ち取られるよっていうような、そういう教えだと思うんだよね。もうそれはなんか選手にとっても迷いがなくなって、迷いがない、とてもいいところですよね、うん、だからそれは俺はなんていうの、固定観念に縛られてるだけで、うん、まあ、新庄監督がやろうとしてる野球をね、今川が実践しただけだっていうふうに俺は捉えたけどね。うん、なるほど、うん、じゃあもうこの初戦はいろんなことが詰まってましたね。いろんなことが詰まってるけどまだその5回まで勝ってたんだよね、うん、1対0で、で、うん、伊藤を持ってきたんだよ、
はい、伊藤博美を5回から、はい、うん、で伊藤博美5、6、7、8、9投げるのかなって、うん、完投能力があるピッチャーだし、ね、先発ピッチャーだからさ、うん、ここで使ってきたら、あ、最後まで押し通すかなと思ったら、なんと堀を使ってくるんだよね。なんとですよ堀って今日の先発ピッチャーやんかみたいな、はい、はちゃめちゃなんだけども、そういうことってありました今も、ね、まあ、まずないよね。そうですよね。ただね、まあ、ビッグボスは野球界にある、うん、まあ、常識とか固定観念だとかそういうのを撤廃するためになんか一生懸命やってるような感じもするよね。うん、だから固定観念でやればさ、みんなをもう見てて一通りのことじゃない、だからもう分かっちゃうじゃない。分かります、ね、でも先が読めることって全然つまんないじゃん。分かりますね、うん、だからそういう意味では新庄監督っていうのはそういう固定観念、常識、そういうものを撤廃しよう、どこいいものをどうやったらこのチームがうまく機能するかっていうことをすごく見つけようとしてるね、うん、まだね、試行錯誤、うんうん、だからもう頑張ってほしいと思うよ。もっともっと試行錯誤して、うん、いろんなものを見せてくれっていうふうに思うよね。本当にそうですね、はい、はい、はい、では次いきます、はい、楽天ロッテ、はい、楽天ロッテね、うん、石川がピッチング、はい、開幕戦勝利で、はい、7回95球、無失点という、ね、そうです。でバッテリーを組んだのが松川、そうです、これはもう石川が言ってたよ、いや高校生を出たばっかりだと思えないっていうふうに、うん、いやなんかこう2人でねコミュニケーションを取ってるシーンなんかもうすごいし、前から信頼関係築けてましたっていう、まあ、同級生みたいな感じだよね、本当にそんな雰囲気、もう松川選手すごいですね、そういうところは。 だから、うん、まあヒットは生まれなかったけども、はい、チームをやっぱ完封に導いたというところがやっぱ評価すべき点だよね、はい、そうですよ、もうすごいなと思いますよね、うん、高校生この間まで卒業式やったばっかりでしょ。だから3人目でしょ。そうなんです、この高卒ルーキーで先発マスクをかぶったっていうのがこれもどういったうまいですね、あの、うん、大栄の谷本選手、はい、で住谷選手、うん、それ以来なんだけども、うん、見事に完封勝利をさ演出したというところからするとやっぱ評価高いよね。うん、まあ、早く1本欲しいだろうけども、はい、うん、だけどやっぱロッテもそつなく点を取るね、はい、ね、そつなく点を取るし、まあ、楽天の方はね安田っていうキャッチャーが、はい、うん、やっぱりこれあの大学から出て先発マスクするんだけど、まあ、大学から来た人間っていうのは、はい、まあ、何か覚えてるだけでも、まあ、安倍晋之助だったり山倉さんだったりだとかさ、うん、名前がスッと出てくる、まあ、安田もその一人になったんだけどもさ、はい、やっぱ演出できなかったね。でやっぱり安田も打てなかったし、うん、まあ、早くこの松川安田っていうのがねヒットを打ってチームに貢献、うん、キャッチャーだけではなくね、はい、まあ、バッティングを買われておそらく使われてると思うし ね、まあ、松川の方はトータル的な期待感があるから、うん、まあ、ちょっと違うけども安田はやっぱ打たないとね、うん、試合に出れなくなるし、はい、まあ、頑張ってほしいと思いますよね、はいはい、では続いて西武オリックス、もうね、うん、完璧山本、そうですね8回まで投げたんだっけな、はい、8回104球無失点、はい、もう完封もできたけどねもう昨シーズンからもつながっている感じですね、調子は。今年ね、うん、山本がねもう一つ良くなったのが、うん、縦に割れるカーブなんだよ。はい、で縦割れのカーブって急速にすると、うん、これ普通のピッチャーであれば100キロから120キロぐらいまでのカーブなんだよ、はい、軌道が、うん、でも山本が投げるカーブって同じ軌道で127とから130キロのカーブなんだよね、これが、うん、こう速いよ、カーブも速い、だからなかなかやっぱり捉えられないだから幅を広げてる、また一つ武器を携えて、いや、あの幅を広げてるよ、はい、で高橋光成もね悪くはなかったんだけど、うん、やっぱ山本のピッチングを見てやっぱこれ勝てないなっていうことがやっぱちょっと脳裏をかすめたんじゃないかなっていうような感じがするよね。そのぐらい圧倒してたよ。で西武打線が打てない打てないって、うん、いやそれはね山本あれじゃ打てないよ、もう開幕の試合とは思えない感じですか。そうだね、うん、まあ、開幕の試合というかもう完璧だよね、うん、でオリックスが十何年開幕勝利がなかったんだよね、はい、
まあ、それを意識して山本が登ったにしては、はい、ものすごくプレッシャーを感じない、うん、威風堂々としたピッチングだったよね。素晴らしかったですね。まあね、はい、まあ、西武の方が当たったピッチャーが悪かったなっていうような、うん、そんな感じだよね。そういうことですね、はいはい、またあの西武、はい、オグレディ選手、ああ2番に使ったね、はい、外国人、はい、ちょっと左肩が先に出るから、うん、あのちょっとドアスイングになるからちょっと心配だっていう話は動画でもしてるんだけども、はい、でも結果が出てよかったね。はい、昨日は2安打、うん、で一生懸命やる選手だわこの選手は、うん、で西武の選手って、まあ、取ってくる外国人ってそんなに長打はないにしても、うん、やっぱ守備にしてもランニングにしても、うん、バッティングにしてももう本当に一生懸命やるから応援したくなるんだよね、うん、うん、でも鈴木1番、はい、オグレディ2番、うん、これいい 1,2 番になってくる可能性があるね。うん、うん、そしたら得点力も上がってくるだろうし、はい、うん、だからまあこれはね当たったチームというよりも当たったピッチャーが悪かったから。なるほど、うん、だからまあ今日からのね、うん、変わり身をちょっと期待したいと思いますが、はい、まあねこう始まってねオープン戦との本当に違いを感じたのはアドレナリンが出てくるっていうことだよね、うん、選手たちはね、はい、だから真剣味も伝わるし、うん、必死さが伝わるっていうのがすごく、うん、心強かったかな、うんうん、で今年から、まあ、昨年まではコロナの影響でね、はい、ファンの規制がかかってたけども、うん、まあ、今年は規制がなく、はい、撤廃されてこう、はい、はい、入れるんだよね、うん、ただその規制を解くのが遅れたから神宮のチケットがちょっと余ってるらしいんだよね。あ、そうですか、うん、神宮での開幕戦がね、はい、だからぜひお暇な方は、うん、神宮にこれヤクルトから頼まれてることでも何でもないんだけども、うん、だから神宮にね見に行って、まあ、球場はまだチケットがあるみたいだから、うん、どん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 本当に現場で応援してくださいよね。コロナの対策をしっかりして、うん、そうだね、皆さん現場でもう全然違いますよね、はい、球場で見ると。そうだね、うん、で、まあ、開幕戦もねこうやって喋ったけども、まあ3連戦くくりだとかそういうのも今年もまあ時間が合えばやっていきたいと思いますけどね。はい、はい、また今年もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。